はい、どうもこんにちは、ストリドリーってことで、今日は群馬県の万座温泉というところに来ておりますよということでね、泊まるね、旅館の方はこちら、万座亭っていうね、まあ、どうなんだろう。結構、歴史なんじゃないかな。まあ、名前だけはね、ずっと知ってた感じなんですけど、実際来るの初めてなんですけどね。まあ、ここもね、きっと、いい露天風呂、いいお部屋ね、いいお食事。だと思うんですよね。そら辺ね、徹底チェックしていきたいと思います。それでは、行ってみよう。サウナに入ってきたんで、ね、サウナの感想について、ね、語っていきたいと思いますよと。うん、まあ、あの映像でねお見せしたようにむちゃくちゃ綺麗ですよ。下手にね都会のサウナ行くよりも全然こっちの方が癒される。もうあの
プラスねオプション1000円払うなんて安いぐらいって感じでめちゃくちゃ整いましたよ。だってもう設備はもう近代化設備って感じじゃないですか。これがね山奥のねあのサウナとは思えなかったです。はい、っていうのが感想ですね。でね、このサウナなんて入るやついねえんじゃねえのと思った。意外といてですね、まあとは言ってもまあ僕以外に2人ぐらいから入ってきたので、その後も入れ替わりみたいな感じで入ってきた感じで、まあ、常時ね3人ぐらいいるような感じで、まあ、都会のねサウナみたいにね激混みみたいなね、そんなことはないですね。じゃあね、温泉のね感想についてね語っていきたいと思いますと、まあ見ての通り正真正銘の乳白色陽泉、もうここまで言えば大丈夫でしょう。もう気持ちいいの間違いないっていうか本当に気持ちいいんですよ。はい、もう入ってちょっとしたらね体がポカポカね温まってくるわね、肌はスベスベになるわね、ね匂いで癒されるわね、もう言うことないですね。やっぱり僕はねこの乳白色陽泉一番大好きですね。じゃあね万座亭の方ねチェックアウトの終わりましたんでね、全体的な感想についてね語っていきたいと思いますよと。はい、まあお部屋はまあいたって普通かなってとこですよね。でまあ食事はまあわりかし量多めで豪華っていうね、そういう印象かな。でやっぱりここはねサウナっすよ、サウナじゃないっすよ、温泉っすよ、温泉でそこにプラスアルファサウナっすよっていう、そういうことっすね。ほんとこの高原の地でね整うのはねもう快感ですよってことでね、ぜひね万座の方お越しになる方いらっしゃいましたらね、ぜひぜひね高原のサウナっていうのもね試してみたらねいいんじゃないかななんて思いましたってことでね、今回の動画の方は以上となります。面白かったためになったって方いらっしゃいましたらね、ぜひぜひね、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは。